ごきげんよう、井上ゆきたです。ゲームの音入ってますかね？そういえばだけど、私 OBS の設定、FF 君の配信画面ちゃんと作ってない気がする。ゲームの音大丈夫そうでしょうか？久しぶりにログインしたよ。ファイナルファンタジー14グレーのリベレーター続きやっていきます。ゲームの音入ってる？入ってない気がする。ちょっと待って。ごめんなさいね。チェック不足してました。ということで、久しぶりに FF の配信やっていくんですけど、FF の配信やっていくんですけど、ゴンゴンとか言ってる。どこまでやったっけ？ なんか、アウラの偉、後ろにいるアウラの偉そうなやつに、なんかいろいろ命令されて、お使いクエストやったのは覚えてます。あら、まあ、その後になんか、なんかやらされるんじゃない？また。そんな感じ。そろそろストーリー進むんじゃないかな。これなんだ？重要な任務だって。まだちょっとお使いなのかな？ちょっとおさらいしてくればよかったな。ああ、褒められてる。合戦は国一国と近づいている。そうだった、そうだった。アウラたちの合戦に参加しなきゃいけなかったんだよね。こんなとこにいる場合じゃない気もしてるけど、まだ帰れなかったんだっけ。そうだそうだ、そんな話だった。ドタール族を偵察。ドタール族。まだ帰れないのか。結構働いた記憶あるんだけどな。残りの2人は人質。私は行く方。より手元に残したいものを人質として選ぶのが道理だろう。およよよよよよ。にや。歯並びいいな。歯並びいいな。一人は男にされよ。なされよ。確かにね。いかがか。ああ、確かにな。若い男は一人いてもいいよね。およ。情けねえ顔してんな、私。ぐぬぬ。ぐぬぬぬ。そんなことしません。あなたもそうして差し上げようか。そうしたことしません。そんなことしません。どの口が言う？確かに。いやー、でも、非河川検定落ちたことだけは強烈に覚えてるからな。マジで、それ以外のこと何も覚えてないんだよな。非河川検定、あれからちゃんと練習してないしね。なんか、あまりにもショックでさ。あまりにもショックで、マジでそれ以外何も覚えてないし、インすらしてなかった。非河川検定、落第だよ。あー、もうどっかでちょっと訓練するわ、非河川検定。訓練する、ちゃんと。非河川検定のことを思い出したら悲しくなっちゃって、ちょっと文字読むの忘れてたわ。流しちゃった。で、結局ヒエンは居残り。私はそんなことしませんし、やっぱり金髪美女はね、連れて行かれちまうな。うん、
確かにね、偵察は向いてないよね。僕でよかったんじゃない？そんなことしないけど。応接どこ？いた。違うわ、お前じゃない。ただの吹き出しつけた人だった。でもさ、なんかこの種族楽しそうなんだよね。楽しそうなんだよね、いちいち。そうは思わんかい？だから別に居心地は悪くないんだよね。武器使われるけど居心地は悪くないぜ。ちょっと待って、本当に操作忘れてんな。地図をどこ行けばいいの？知らないとこだ。知らないとこだ。とりあえず降りよう。降りたいけど降りるのってどうやんだっけ？なんかこの辺から出られたっけ？あ、出られない。これ痛いってなるやつだ。痛いってなるやつだ。タッタララッタタラタッタララッタラ。カメラの引き方も、あれなんだっけってなってる。やべえ。やっぱ毎日インしないと操作忘れちゃうね。この辺から降りられませんでしたっけ？どこから降りられるんだっけ？閉じ込めら、これだっけ？ここから出られましたっけ？お兄さん。あ、はい、出ます出ます。あ、そうだ。もうさ、スキルが入りきらなくなっちゃったから、あれなのよ。チョコボとかここから取ろうと思ってたんだよね。チョコボとか、持ち物とか。便利だったんだけど。もう、スキルがいっぱいでわかんないよ。んで？なんだっけ？こっちだった気がする。こんなとこにさよならとか入れとくなよって。言われたんだけど、便利やったんや。便利やったんやけど、なんか、端っこに、出しとくんでもいいかなって最近思ってる。うっとっと。迷子になった。こっちで合ってる？未知の、未開の地だよ。広いなあここ。何これ。あ、なんかやばそう、なんかやばそう。どこが正面？わあ、虫もいる、虫もいる。おお、あんまり可愛くない。あんまりどころか全然可愛くない。ここかな。あ、またここも未開の地でしたわ。登れない。登れない。もう一丁。はい、頑張れ。よし。この光ってんの何？特に選択できないんだけど、なんだろう。なんだろうね。床光ってるけど。見渡す。指定の位置とかないのかな？エモートアクションでいいのかな？
違う、そうじゃない？ここの上か、これか。なんかいつもだとさ、ここを選択するとさ、勝手に見渡したりなんかアクションしてくれるのもいたけど、なんか違いそう。む、城殿、あれを見るでござる。なんでござる？あれ？うん。どこ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 。よいしょ。どこ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 ？あれだ、あれの黒いとこかな。大丈夫か、スキル回し忘れたぞ。スキル回しなんて忘れたぞ。レベル、でもレベル77あるから大丈夫だぞ多分。まだ出るかな、まだ出るかな。もう出なかった、よかった。だがもう一人は手遅れだったか。大丈夫か。特に、ん？なんかもう一人いたとかじゃなくて、どっかからやってきたサドゥーさん。よそ者ですが。モル族のものでござる。はい、そうです。おう、おさが来た。なんか特に埋葬とかがあるわけじゃないの？え、捨てておけって言われちゃった。捨てておけって言われちゃったよ。あ、ぐぬぬぬぬ。同じとこ突っ込んでる。ぐぬぬぬぬ。まあ、地に帰るんだろうけれども。根性が許せぬ。ドタールカーに乗り込もうではござらんか。あ、捨ておけってところがね、まあ侍的にはちょっと確かにね、引っかかる部分だよね。大丈夫、一緒行く、一緒行く、一緒に来てくれないのかな。ほっといていいのかな。この辺っぽい。またなんかこじんまりしてて可愛いとこだね。
なんか、あっちの黄色い服のところよりかは、なんか真面目にやってそうな感じだと思ったんだけど、なんかやっぱり相撲してるの何なんだろう。もう、なんでどこもかしこもアウラのやつらはいつも相撲してるんだ？ゲセルが死んだ。最後は気を抜いていたとしか言いようがないが、あいつは勇敢な戦士だったからな。じき戻ってくるだろう。ん？じき戻ってくるだろう？そうですか。あの人ったら、じき終節の合戦も始まるっていうのに。今度は油断しないよう、きちんと言って聞かせないと。ん？ゲセルというのは先ほど亡くなった御人か？そこ。そうだ。ドタール族は最も勇敢な戦士。死ですら俺たちにとっては恐れるものじゃない。なかなか面白い思想してるね。よその部族のやつにはわからないらしいが、俺たちは戦いの高揚が魂の輝きを生むのを感じてる。勇敢に戦って大いに輝いた魂は、肉体が滅んでもすぐに新たな子として生まれてくる。伝統的におおよそ死んでから1年以内だ。前世の記憶とかあんのかな。俺たちは新たな子が誰の生まれ変わりだか見極め、同じ名をつけ最短と再会を祝福する。そしてまた生まれ変われるよう勇敢に戦うんだ。へえ。ではお主らは死んだ者と生まれた者を同じ人物として扱うのか。昔のお前はねみたいなことを話すのかな。なんか地雷踏んだくさいよ。なんか地雷踏んだくさいよ。偵察することは許したが、俺たちの誇りを傷つけるような真似は許可しない。はい、まあ、その通りだよね。言葉と振る舞いには気をつけるんだな。それじゃあとは適当にしろ。お邪魔しました。地雷踏んじゃったじゃない。地雷踏んじゃったじゃない。だから野球と政治と宗教の話は外でしちゃダメって言ってるでしょ。ねえ、お前巨人好きそうだよな。本当だよ。おお、荷物に引っかかった。コッコースさん、どうしたの？はいはい、かわいいお名前ですね。あ、最初は女だったんだから仕方ねえだろ。あー、へえ、性別とかも無視なんだ。魂を見るってどうやるんだろうね。占いみたいな感じ？確かに、魂の根源にはちっとも関係ねえ。ふんふん。なるほど。どっちでも いける名前つけた方がいいんじゃない？光とか。
ホトゴ族との戦いで獅子奮迅の活躍をして死んだと聞いてます。へえ。生まれた時から生き方が決まってる感じするな。メルゲンさん、おお、ちょっとあれ、この人だけなんか服違くない？アップしてどうやってカメラズームってどうやんだっけ。こうだ。なんかこの人だけ民族衣装違くない？なんでだろう。あ、子供と大人で違うのかな。ちょっとなんか他の人も見てこよう。さっきの子もさ、きっと子供だよね。子供はお腹冷やさないように厚着なのかな？大人はお腹冷やしても大丈夫だから薄着なのかな？違うかもしれない。何話してたの？死を恐れず戦うのはもはや疑う余地もござらん。洗練され使い手の技量の高さがうかがい知れた。やっぱ強いんだ。死ぬのが怖くない兵士ってめちゃくちゃ怖いからね。よく小説とかのモチーフになったりするもんね、自殺志願者の。大丈夫か？ YouTube でそんな単語使って大丈夫か？自殺志願者たちの集まりでできてる兵隊って怖いよねみたいな小説たまにあるからな。死ぬのが怖くない、だって生まれ変われるからって言われちゃったら確かになんか、そりゃ強いやつ出てきそうって感じ。確かにね。若返してもらえないかもしれないよね。ママよ。こいつもあんまり偵察とか向いてないと思うんだよな。ちょっと仲良くしておいた方がいいと思うんだよな。後々仲間に引き入れたいもんな。はい、ちょっと美人だから写真撮らせてもらおうか。お前の目の色とても好きだぞ。何色で作れるんだそれ。ググなぜわかる。旅支度を隠しておったのか。なんかやっぱこいつこいつも偵察向いてないな。素直でいい人。もう正面から行くってことだよね。やな。まあ、確かにね、もっとでかいのかなと思ったら全然そんなことなかった。キュッポイ。ごめん、しゃっくり出てる。あー、はい。多くを殺すが多く死ぬ。生まれ変われないやつもいる。ちょっとそこら辺は侍の君らと似たようなものがあるんじゃないかい？めっちゃかっこよくない？
置いてきた。砂の中で朽ちていくのかな。そうだね。一応他の部族というか弔いみたいな概念は持ってるんだ。それでも自分たちの信条をちゃんと守れるのすごいね。他はそうじゃないんだぜって知った時にさ、死ぬの怖くなったりしないのかな。この辺かな。あ、風脈ある。ちょっと待って、ちょっと待って、先に風脈です。先に風脈です。この辺広くてもあれなのよ。風脈探すの大変そう。誰か風脈連れてってほしい。うわ、ちょっと待って、敵の。あー、そっか、紫だもんね。よいしょ。毒、風。普通の、はい、終わり。まだ紫だ。もう出ないかな？誠、そのまま打ち捨てるか。何を慰めるわけでもなく。ここで幾多のドタール族が砂に帰ったわけだな。彼らの言う魂の巡りはとてもすべて信じきれぬが、なるほど、かように潔く感じる墓場は初めてにござる。隣、失礼いたす。最初に話を聞いた時はまたおかしな部族がいたものだと思ったが、真のありようを知れば武士にも通じるものがござる。拙者たちも主君のためとあらば命さえ投げ打つ。しかしそれは死を好ましく思うからではない。己が死の先に果たせる大義があると信じるがゆえ、幕を引くはここぞと知り、心血を燃やし尽くせるは、まこと命の本懐にござる。つまるところ拙者もそのような死に場を求めているのでござろうな。ウルル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 ル。
何、まだその時ではござらぬ。主を人質に取られたままとあっては死んでも死にきれぬからな。なんかどこの国だかどこの民族だか忘れたけど、その辺に置いといて鳥に食べさせるっていう葬儀の仕方する民族いるじゃん。部族だっけ民族だっけ、いるじゃん。長僧だっけ。なんかね、それを思い出した。本当の意味で大地に帰る。あ、踏んじゃった。大地に帰る。自然な形なんだよな、きっとこういうのも。な、ちょっとフラグ、死亡フラグ立ててビビったけど、大丈夫だよな。大丈夫だよな。豪雪、お前、ドマに帰って、すぐ死んだりしないよな。明けの玉座。なお。ここに入れられちゃさすがに身動きが取れないね。もう少し情報を集めたかったのに。そうだな、なんだかんだで前回覇者は手強いらしい。いや、本当にしっかりとした建造物ちゃんと作ってんだもんね、こいつらだけね。あなたに聞いてみたかったことがあるんだ。私の故郷には同じアラミゴ人なのに解放運動を心よく思ってない人たちがいる。こっちで出会った海賊衆やドマのみんなだって最初は諦め半分で帝国を受け入れようとしてた。彼らの言い分はわかるよ。だけど私どこかで腹が立って仕方ないんだ。血を流してる人がいる。なのにどうして答えないのかって。なあ、リセ。人というのは存外小賢しくできておるものらしくてな。大志を抱いて歩み出せど困難に遭うとまず後悔し、次は無性に先を不安がって、しまいには夢そのものを否定する。叶えたところで良いことばかりではないはず。もっと利口な選択が他にあるとな。人の多くがその境地にあろうよ。多かれ少なかれ痛みを経てそこへ至ったのだから、おいそれと責めることはできん。ただその悶々とした苦しみを知った者がなお高みを見上げ心を焦がしたなら、きっと気づく。それはやはり神明をかけるにあたう夢だとな。そっか、そうだったよね。私にも確かにいたよ。命をかけてうつむいてた顔を上げさせてくれた人が。ならば次はそなたが導いてやれ。その腕っぷしでガツンとな。わしとて25年前にドマが占領された時はちょうど母上の腹の中にいた。独立しておったドマなんぞ見たこともない。だが父上や散った者たちの願いだった。そして今もそれを必死に掴もうとしている民がいる。しかればその夢わしが目指さずして誰が目指す。
なた意外と似てるのかもしれないね。そうしていろいろ抱えながら進み続けちゃうところがさ。お？わしとそなたがか？違う違う、あなたときっと今も頑張ってくれてる私たちの英雄だよ。私も二人に負けないくらい強くなる。目指す未来を絶対に勝ち取るんだ。という私の知らないシーンがあったのだった。もうちょっと行こっか。あ、これまだもらえない。受注だった、完了じゃなかった。あ、とうとうこれじゃん、戦いが始まるんじゃない。あそこってエーテライトないっすかね。あいつら素晴らしいもの作ってるんだから、エーテライトぐらい作ってないか。作ってないのか。エーテライトぐらい作ってると思ったんだけど、全然作ってなかった。あんなに立派な建造物があるのにエーテライト作れないんですか。エーテライトってなんだ。そもそもだけどエーテライトってなんだ。誰が作ってんだろう。吉田かな。今度サブクエ潰しに来るからな、待ってろよ。ちょっと寄り道すればあれかな。これ未知の土地で経験値またもらえるかな。やっぱこいつらだけなんか凄まじいもの作ってるね。なんかよく見れば見るほど本当にすんごいもの作ってるね。でもこれきっと自然の石でしょ。こんななんか爪みたいにバーンって出てるの。作ったんか。なんか変な形だし。なんか大パーツとかになっちゃいそう。そう簡単に作れる感じじゃないよね。なんだろう、山削ったりとかしたのかな。なんだろうね、どうやって作ったんだろう。こんなまん丸な岩とかないし。引っかかった。なんかもう飛行石ありそうじゃん、真ん中に。空飛びそう。これそのうち空飛ぶんじゃね。戻ってきたよ。入れてくれ。こいつに話しかけりゃいいのかな。違うよな。もっと先かな。あ、いた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 。ゲートキーパーって書いてあったわ。お邪魔。え、でも、レストエリアって書いてある。あ、やっぱエーテルトあるじゃん。なんだ、マップ。あ、あった。サブクエで、全然、サブクエで、そう、あったよなと思ったんだよ。サブクエの表示で全然見えなかった。やはりサブクエは早く潰すべき。やはりサブクエは早く潰すべき。やろう。FF ってサブクエ潰してる時が一番楽しい気がする。あ、バカ。私、
私はただのバカ。よいしょ。どうも。真っ向勝負だったよ。あと長が美人。いいから正面切ってきやがれとな。むむ、そうなのか。美人だったけどなー、あの人。はあはあはあ。へえ。やったー。お家に帰れるぞ。あの可愛い子ちゃんのところに帰れる。ね、やっと帰れるよ、モルゾクのとこに。ただの弱者でないことは十分に知れた。故に許そう。正々堂々戦うことをここに誓います。そろそろ運動会の時期だねって今言おうと思ったんだけど、今時の運動会って5月にやるらしいね。やっぱ8月、9月、10月は暑かったり台風来たりするせいかな。今時の小学校、中学校の体育祭って体育の日じゃなくて普通に5月とか、なんか初夏らしいよ。って思った。もう体育の日ってなんだろうね。そもそもだけど、もうまだあるの体育の日って。カレンダーをさ、そんな休日とかをチェック、カレンダー通りに生きてないからカレンダーをチェックする習慣がなくなっちゃったんだよな、ここ5年ぐらいで。最近マジで土日とかも全然わかんなくなっちゃったからな。魚取ってる。あれ、お家どこだ。私たち帰れるお家ってどこ。帰れるお家ってどこ。ちょっと待って、ヒエンとはナスだから。あっ、スルーした。お家にさっさと帰れると思ってた。またやっちまった。あ、まだいた。ごめん、ちょっと、早くあのおばあちゃんに会いたくてさ。早くあのおばあちゃんに会いたくて。そうそう、シリナにも会いたくてな。ここはないんだ。ここはないんだ。徒歩だ、徒歩。2度目だけどよろしく、ゲートキーパーちゃん。よっ、あーばよ。
あーばよ、もうカタカナだらけで単語忘れちゃったけど、青い服の民族のオサのお姉ちゃん美人だったな。目の色がとにかく綺麗だった。宝石みたいだった。あー、これが宝石のような瞳ってやつかーって思った。怒った。肌もね、ちょっとブルーがかった黒だから、余計ね、青のキラキラが、キラキラして見えてかっこよかった。で、あの衣装のデザインすごいいいよね。あれかわいいわ。あれ着れないのかな？課金アイテムかな？でも私似合わない気がする。似合わない気がするけど、あれを赤く染めて踊り子の時に着たいな。すごい好み、あれ。ただいま我が家。シリナいる？いない。いない。いたー。チョコボで入ってごめん。おばあちゃんもただいま。大事なお話があるんです。おお、聞こうじゃないか。終節の合戦。モル・イローのシリナは終節の合戦について告げようとしている。神々。迫っていますよ。朝日と共に、イニシエより審判を務めてきたガール族によって合戦の合図として土がまかれます。へえ、見えるの？まかれた土は無垢の大地となり、そこへ最も早く到達し支配したものが合戦の勝者となるのです。ふーん、はい、合戦参加者に声をかけますけど、かけて合戦行くのはまた次回にしようかな。コンテンツの可能性ある？あ、いるじゃんいるじゃん。待って、モル族の戦士少ない。もともと少ないもんな。怖くて仕方ありません。そうだよね。共に勝って戻ってこよう。確かに痛いのは嫌だもんね。でもみんなあの非科生検定をさ、合格してきた猛者たちだろ。私落ちたぞ。頑張る。頑張るじゃない、頑張ろうだな。あとどこ、あとどこ、真ん中にいる。あ、こいた。みんな不安があってるけど大丈夫かな。ただいま。はい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 。
みんな強そうでした。光ってる。これは君に話しかけたら何かが始まる何かだね。わあ、ドキドキするけど今日はやりません。 OBS 君の調子が悪いからです。はい、ということでまた近いうちにねやろうと思う。最近 FF ちゃんとインしてなかったからコンテンツとか練習してからやろうと思う。近いうちにやる。あ、違う、近いうちじゃない、木曜日に予定があります。また同じぐらいの時間から配信やりたいと思うので、よろしければまた遊びに来てください。今度はね、インターネッツくんが安定してるといいなと思う。てなわけでご視聴ありがとうございました。井上ゆきたでした。ごきげんよう、さようなら。またね。